ねん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 。今日はなんだろうな。みーちゃん、はい、モテたいか。モテてるけどモテたい。モテてないだろ。え、うん、モテたい。モテ技術を教えてもらうべく先生をお呼びしました。モテマスターをお呼びしました。え、嘘。はい、すごいっしょ。すごい、友達多くない？え、そうなんだよ。うちモテるために生きてるから。すごい。モテマスターを探し求めてやっと見つけましたよ。やったやった、嬉しい。ちょっとお呼びしてもいいですか？うん、誰？なんとタエコさんです。また呼んだかしら。久しぶりね、二人たち。お久しぶりです。タエコさんめっちゃ暇じゃない？いや、もう多忙の合間を縫ってきたのよ、私。ありがとうございます。ありがとうございます。いいのよ。ちょ、モテたくて、ええ、必勝法みたいなものをちょっと教えてもらえたらなと。モテたいのね。いいのよ。迷える子羊ね、あなたたち。あなたたち、あなたたち。タエコさんはモテるんですか？愚問？モテるに決まってるじゃない。なるほど。信じてないわね、あなた。そうよ。視聴者は分かんないと思うんで、概要欄に書いときますね、太鼓さんは。あ、こちらです。こちらです。太鼓さんの説明を。サンクチャリ太鼓って言います。なんで来たんですか？ちょっと、え、嘘でしょ。先生だぞ。そうよ、先生だぞ。ごめんなさい、ごめんなさい。なんて言われてきたんですか、マンジちゃんから。いや、もう迷える子羊を救ってほしいって。救ってほしい、なるほど。救ってほしいね。よろしくお願いします。マンジちゃん、ちょ、手抜いてる。バレた。バレたって何？モテテクニックお願いします。いいのよ、何でも教えてあげるから。はい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 。合コンで、モテるテクニックを教えてください。知りたい。まあ、いい質問ね、これは。まあ、やっぱり誰もがそれを疑問に思うんじゃないかしら。うん、みんな高校行きたいもんね。うん、そうね、合コンってなった時にみんなね、何を思い浮かべるかっていうと、うん、じゃあ合コンで席に座って喋るシーンを思い浮かべるの。はぁ、ね、なるほど。そういう時に何を言ったらモテるかとか、うんうんうん、違うの、もっと前から始まってるの。普通ね、人ってこう目に目線が行くじゃない、はい、目に目線が行くんじゃなくて、もう腰に目線が行くような。あー、なるほど、なるほど。そうなの、腰か、揺らして歩く。なるほど。でも変な人だと思われませんか？思われないわ。え、知ってる、あの昔万有引力が発見されたって。何それ、何それ。知らない、ちょっと待って。なんか知ってる、あの昔話でリンゴが落ちてきて目の前に、あ、これなんか地球に引力があるんだみたいな、なんか地球が重力があるんだみたいな、うん、なるほど、はいはいはい。あれ実は嘘なんです。ニュートンさんがね、発見したんだけど、実はニュートンさんは、うん、私が歩くのを見て、私の腰を見て、あ、万有引力があるんだって思った。目線がどこを見ても、なんかエッフェル塔を見ても、ピサの斜塔を見ても、タエコの腰に目が行く。万有引力。死んだ？え？え、タエコさんはおいくつなんですか？女っていうのは秘密を着飾って美しくなるの。ニュートンと同期ってことだよね。またね。なんだ、年齢わかった。あいつ結構やんちゃしてたね、昔。うん、そうなんだ。合コン行くときは腰を振ると。まあ、そうね。なるほど。やっぱりフェロモンってどこから出るかって推しなんだ。そう、耳の裏からフェロモン出るって。出るわけないでしょ、出るわけないでしょ。腰よ、腰か。ちょっと古いわね、その情報。嘘やろ。じゃあボディタッチすればいいんじゃないの？あー、なるほどね。その違うの？違うの。さっき言ったでしょ、万有引力、うん、ボディタッチさせるのよ。腰触ってくださいね。そう、全てを。バカ野郎。やだよ。違う違う、腰を触られるわけじゃなくて、気づいたら手が伸びるみたいな女になりなさいと。かっこいい。そういうこと。同じドリンク頼むとか。あー、なんかそういう手法もあるわよね。なんか同じのを頼んでみたいな。そうでも考えてみてほしいの。よくあるじゃない、その同じドリンクとかフライドポテトとか同じの食べて、うん、なんか私たち気が合うねみたいな、うん、じゃあ考えてほしいんだけど、あなたたちが合コン行くために腰を振って行きます、うん、じゃあ向こうから来た男も腰振ってたらどう思う？ひそい。気持ちが悪いでしょ、うん、だからそれは古いの。えー、
そうなんだ。メモ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 。え、ちょっと待って。あっちが腰振って気持ちが悪いって思うんだったら、こちら側も。あ、よくわかんない。あ、よくわかんない。違う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 。聞こえないかな。こちら側も。あ、わかんないわかんない。女っていうのは。まあ、まだ私の力ね、計り知れないと思うから、はい、まんじちゃん、同じクラスになったあの子を落としたい、どうしたらいいですか？まあそうね、思春期の悩みよね。うん、まあでも一番いいのは落とせばいいでしょ。なんかあるの逆に？屋上に呼んでギリギリラインまで攻めて、付き合うか付き合わないか。こーわ、付き合うんだったら作って付き合わないんだったら落とす。二択を言ったら付き合うな。これは成功率 100% だ。確かに確かに、ね、犯罪率も 100% だけどね、それ。ダメよそんなの。ちょっと、ダメなんだ、ダメなんだ。そうよ、妙子さん。まあ異性を落としたいなら、お前どうせ腰振るとか言うんだろ。甘いはね、ちょっと浅すぎるんじゃない？そうよ。じゃあ学校行事でときめく行事って何かわかる？二人とも。文化祭。あ、いいわね、文化祭。ときめく。まんじちゃんは？そう、バレンタインデーよね。あー、バレンタイン、バレンタイン。絶対にバレンタイン。絶対バレンタインだよ。そうなのよ。問題です。うん、たかしくんは自分の下駄箱を開けました。はい、するとチョコが7個入ってました。おー、それを見たたかしくんは、あー、チョコ7個しか入ってないと落ち込みました。さて、なぜでしょう？はい、はい、クラス1位ナルシスト、たかしくんは。違います。あ、自己肯定感がエベレスト。あー、違います。人格に難あり。やめてね。はい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 、はい、まんじちゃん。全校生徒が8人で7人男。おねえ、私が用意してる答えより面白いこと言うのやめてくれ。違うわよ、答えはね、チョコしか入ってなかったの。やめましょう、これ。え、ちなみになんですけど、何？たやこさんのお友達ののすけさんは今年何個もらったんですか？あ、気になる、ね、のすけさんいっぱいもらってるに決まってるじゃん。ゼロやろ。だってスプラトゥーン大会1位の人だよ。確かにプロゲーマーだよ。舐めすぎか、これは。なってるの。じゃあ今度バレンタイン企画でもしますか？あ、そうね。太鼓先生に聞きたい。絶対落とせるバレンタインレシピ。あ、聞きたい。それはあなたたちのね、常識が通常の人と違うから確認なんだけど、屋上から突き落とすってわけじゃないよね。いやいやいや、突き落とさないよ。違う違う違う。あ、ほんとよかったよかった。二択だけど。二択だけど、うん、突き落とすか。あるじゃん、助かりたいか。あるじゃないの、一択。あ、じゃあちょっと次はじゃあチョコ教えてもらおう。太鼓さん、いつものバイバイしてください。じゃあみんなで行きましょう。はい、行くわよ、せーの、おつちゃーくちゅー。ちょっと待って、混ざってる、なんか混ざってる、ちょっと待って。ありがとう、バイ。